それでは、えー、俊選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、えー。まずオフィシャルから質問です、えー。試合後の率直な感想をお聞かせください。いやきっちりと KO で勝ててよかったなっていう、やっぱ倒す倒されるっていう話ばっかりしててライジンに向いてないって相手のことも言わしてもらってたんで、ここはきっちり KO で勝てたのは本当良かったなと思います。えー、対戦の終えて相手の印象というのは戦う前と後と違いましたでしょうか。戦う前といややっぱり上手い選手できっちりと。 僕のタイミングに合わせて右ローは蹴ってくるんでカーフキックは蹴ってきてたんでタイミングはうまいなと思いながらもやってましたねね印印象象通通りりというか印象通りです、ね、今回オープニングファイトということなんですけれども、はいえー、初めてのライジンの舞台というのはどんな印象だったでしょうかそうです、ね、オープニングなんで、まあ、お客さん満席じゃないですけどやっぱり広い会場で、えー、モチベーション上がりますしワクワクしますしやっぱりもう1回本戦でこのリング立ちたいなとは素直に思いましたね。 まその宣言通りの慶応処理できたと思うんですけれどもオープニングファイトとしての役割はご自身で果たせたなというそうですねあま,すまあ,あの来てくださってる人も盛り上がってましたしもちろん僕の応援してくれてる人もめちゃくちゃ喜んでくれているのは目に入ったのでオープニングとしては完璧な仕事をしたんじゃないかなと次は本戦でお願いしますという感じですねありがとうございますそれでは試合を終えたばかりなんですが今後の展望というのを教えていただけますかそうですねまだ僕はまあ、今本戦本戦ってやらそうなこと言わしてもらいましたけど ベルトを持ってないので僕が育ったディープキックのベルトを取りたいなとは思っております。ありがとうございます